はい、ドロスケです。マリオメーカー2対戦やっていきたいと思います。みんなでバトルのマッチングをしています。しばらくお待ちください。はい、俺に渡してくれ。俺がやってあげるから。おっしゃ、ありがとう。オフにしてる、ルイーズたち気づいてへんからね。キノピオたち。よし。あとはこのまま押せるかどうかや。押されへんのな。押すタイミングがない。子猫ちゃんに踏んでもらおっか。押すタイミングがないのよな。押そうとしたら、お惣菜ってわけ。子猫ちゃんにバーンって叩きつけて踏んでもらおうか。うわ、あいつうまいのよな。子猫ちゃんが外れたら俺いけたのにね。ルイーチたち頑張っちゃうもんな。子猫ちゃんのマーク外れたら押すのに。押せねえ。すいー。お、この子ちゃんのマーク外れた。いやー、来んのかい。踏んでもらおうか、このまま。えい、オッケー、勝ったでしょ。はい、オッケー、オッケー、ワウキシャシャーン。ウキウキシャーン、シャーン。ペース。オッケー、ルイージたちざまみろ。残念だったな。そのコースのゴールはそこではない。スーパーマリオ 3D ワールド101。さあ 3D ワールド101です。カッコン持ち上げられたか。しかもスピンになって思ったら時間かかるっていうね。これを上から行きましょう。 OK。 まあまあの立ち回りか。おっしゃ、下に食い込んだ。OK。 しかも上ルートしか行かれへんし。鬼畜やな設定が。そしてここの直線は一体何なんでしょうね。このままゴールかな。違うよね。そんなわけないよね。あ、ゴールや。オッケーやす。フラップス。フラップス。さあ、オートスクロールのエアーシップのはずなので、しっかり先頭に入っていきましょう。青い人脱落。そして俺は、大幅なリードでキノコを取っていく。そしてキノコ取らせませんよ。ただ、取らせないもいいけど、圧かけすぎるとね、俺がしんどなるからね。うん。俺が畑を去る可能性ある。ジャンプミスって。よいしょ。ほっ。よいしょ。喋らんから。よいしょ。おっと、この子ちゃん脱落です。青い人。いや、投げ合いはせん方がいいのな。投げ合い申し込む必要がないのな。相撲する必要が全くございません。生。マリオとは飛距離があったはずやから、まあ、さっき上行っちゃおう。投げられるのが負け筋やからね。マリオ確定、マリオにキノコ取らせないとかはやるけど、投げはね、いかん方がいい。投げに行くと危ないわ。さあ、プニ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 と。多分取らせてしまうな。まあまあ取らせてしまっても別に俺の勝ちよ。うん、スクロールの関係上俺が逃げたらいいだけやからね。バイバーイ。やばいやばい、マリオの圧かけ論や。お、マリオ食らってんぞ。ファイヤーの中にぶち込んだろか、お前。えい。うん、あかんか。よいしょ。当然キノコ取り上げ。オッケー。取り上げ成立。ファイヤー出ろ。出ないか。さあ、マリオ勝負や。あんたが最大級のライバルなんだ。今回のクソ投げ入らへんか。気をつけて。この後の立ち回りが重要ですよ。うんと、マリオが後方へ。後方へ一回、圧をかけてきた。ここは先に逃げますよ。食らわない。さあ、マリオ俺に仕掛けるしかないからね、攻撃を。俺はもう関与しません。投げ合いには関与しない。よいしょ。もうそのまま逃亡。あ、マリオ。マリオ、潔がいいな。うん、どっか行った。7の2、ズンブ。フォーマイブディダイスを取ろう。7の2、ズンブです。ズンブ捨て。カコン。さあ。ない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 。扉、扉、色、色あるけど扉なんで色々関係ないやんけ。そんなん、ズンブちゃうわ。初めて作った全自動。全自動コース。カコン。さあ、誰が当たるか、青いやつに。当たらないでいく。だがしかし、耐えている。オッケー。乗せてくれ。どっちに乗るべきなんだよ。白に乗るべきでした。ごめんなさい。白に乗るべきでした。これ俺が悪い。迷ってもうた。よいしょ。やってもうたな。青に乗ったが早い。ああ、同じミスをまたやった。俺はもう、マリオ気絶してる。チャンス。いや、おっしゃ、全気絶してんぞ。
チャンスありか。これ白乗らなあかん、白乗らなあかん。白にしっかり乗って。前銃だから放置してみろ、一回。うわ、後ろから来た。まくり出し勢が来たぜ。バイバイ。ははははは。まくり出し勢、バイバイ。よいしょ。で、こっち行くことで。うん、下手にね、ジャンプしたらあかんねやろな。全自動やろ。ほっとくわ。おお、危ね。まあ、ちゃんと立ち回っていこうか。で、これ乗って。あ、ゴールや。オッケー。ゴー。行こう。オッケー。バークルーフルボー。バークレットフーディボー。押すなよ。なんで押すかな。ありがとう。じゃあ、無敵貫通で行くわ。ありがとうね、子猫ちゃん。はい、さよなら。無敵貫通した。時間切れなんなよ。絶対時間切れなんな。ウキちゃん来い。オッケーですね。わ、ウキウキシャンシャーン。ウキウキシャンシャーン。ピース。1ミニッツ。イーシー。さあ、60秒の、イージーコースです。アイテム取れるかな？取れたね。イージーコース60秒。裏面かな？え、違う、生か。やばい、マリオに圧かけるわ。マリオが上空。あかんねんて。キノピオいけるのか？それ、花ちゃん刺さるぞ。危ない。ラグいいから、敵いっぱい来い。よし、青い人落ちろ、青い人落ちろ。おー、耐えたか。さあ、ボーナスコース。ボーナス。レッツゴー、遠くへスーパージャンプ。うえー、直撃か。マリオ、それ焼けるわ、じゃあな。見せかけて、こっからなんかあんねやろ。救済装置が。よいしょ、オッケー。それぐらい読めてるぜ。ファイヤーマンの兼ね合い。大丈夫。オッケー。オッケー、ありがとうございました。俺の勝ちですね。いただきましょう。オッケー、いただきましょう。わ、ウキウキシャンシャン。ウキウキシャン、シャンシャン、サピース。クッパ自慢のクッパ動物水族園。ズー&アーティポース。さあ、ズー&パーシポー、鍵はなしかな？うん。上空ダイレクトかもしれんわ。あれ、なにこれ？ウエステーションだ。鍵。いけ！開いた！よし！よしよ、素早く取った。お、すげえ！動物園や！すごい。上見てください、皆さん。ほら、モグラ、カロン、ボムヘン、ハナちゃん、バギー。よしよ、もう捨てるしかないって。アクアリウムさあ。さあ、これはいけるやろ。ヨッシーとかで、なんか、ヨッシー頭狩りとかしか勝ちないやろ、あいつら。ヨッシー頭狩りで、相手送ってビート板にするとかね。じゃないとも勝ちないですよ。ちょっと引っかかった。ピートイッチ。やべえ、これやばい。あー、追いつかれる。こっちや、こっちや。よいしょ。よし、オッケー！さあ、スター！スターで足が速い！行きましょう！さあ、クッパの動物園！入れない！どこだ、ここか！やべ、滑った足が。うわー、倒さなあかんのか、ここで！スターの継続なし！フラワー売り切れ！再度生産します。いや、通ってない。ファイヤーが通ってない。出た！子猫ちゃんやな、この手応え。青い人か。まさかここでこのバトルになるとはな。想像もしていなかったぜ。まさかこんなバトルになってしまうとはな。鍵浮いてる。おっしゃ。子猫ちゃんなんかやり直してんぞ。おっしゃ！誰もおらへん。チャンス！オッケー！オッケー、えい、オッケー、は、ウキウキシャンシャン、ウキウキシャンシャン、ピース。鍵が浮いてましたね。レベル14。
レベル14です。さあ先行争いはなし。あいつはセットで行くつもりやな。セットからの投げ。さあこの子ちゃんそんな元気よく行っていいんか。あかんやろ。さあ大きくなるタイプ。オッケー。ああオッケーオッケーオッケー。よしよしよし。今土管入りかけたから危なかった。あんなとこ入ったらあの50コイン取りに行くだけやからね。よしありがとうございます。オッケー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ジャンピングパーチフォーワールド、ワールドウェルカム。さあワールドウェルカム。パックオン。基本アイテムに甘えてはいけない。こういうステージングが、ステージングやから。パックンが出るとかいろいろあるけど、クリボーを逆に利用するか。落ちていこう。そうなんだよな。落ち着かないと結局飯食われて終わるっていう、そういう運命。上空。さああの金合いあるよ。この金合い、オコリン、オッケー。よっしゃしゃ。ほんまにね、どんなこのゲームっていうのはどんなコースでも勝てばめっちゃ嬉しいっていう、そういうねゲームなんですよ。ダッシュウィズカーズ、ダッシュウィズカー。さあ車でダッシュするコースですが、当然こういうの生で行くやつが多い。みんな生で行こうとするもんね。お、ダッシュ。さあマリオ加速。どっかで差をつけたい。どこで差をつける。ほっほっほっ、ゴリンです。ボネーズ&プランツ、ボネーズ&プランツ、スタート。行きましょう。なんかあんのかな、上空かな。生やんけ、普通に。何もなしや。なんかギミックむずそうやなと思ったけど。特に、あ、ブラバーがいっぱい来た。なんじゃその積み重ね方。隠しブロックやな。うん。これごちゃつくからな、しゃがみジャンプで。うまいこと、行きたいけどね。うわぁ、観念するしかないんかい。ってことは、上か。わかったぞ、俺隠しブロックのもう一個の入り道が。謎が解けた。謎解けましたわ。こっちや。あのね、こっちの左サイドですわ。ここ。ここ。あれない。この上にだってベルトコンベアあったもんね。ん？何が違う？上空？あ、でもこの上しか行くとこないんか。でもなんもないやん。よいしょ。あ、なんか出た、パグ。そんなバカな。ルイージ行こうぜ。早く青い人来る前に行こうや。ドーン。おっしゃ、マリオが反応を鈍った。ルイージの当人は気絶。カロンは一匹のみ。よし、トン、トン、トン。あ、上に今ドス見えた。うん。ちゃんと見えたわ。オッケー。さあ、ゴールはないよね。裏面だもんね。表面戻りましょう。さあ、ウキシャンかもしかして。オッケーですね。ウキシャンかもしかして。わ、ウキウキシャンシャーン。ウキウキシャーンシャーン。ピース。ソラーシーター。ソラシーター、子猫ちゃんが暴れているが、スタートです。さあ、うまくダッシュに乗れるやつが勝ち。よいしょ、オッケー、危ねえ。今のはさすがにね、びっくりでしたね。緊張したわ、ほんま。行かれたかと思って。おー、ルイージー、晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、何？完璧、鉄壁、一気アップス、すべて取ってくるゴールス。ドンケツの相撲対決。まずは、俺上の条件達成しに行くわ。多分みんな下突っ込むと思うから。おっと、先に上行ったやつもんな。さあ、条件多分上やな、これ。あれ、条件取ってないだよ。条件どこ？あ、条件達成したぞ。あ、帰れへんくなるか、今度は。上から帰れへんねや。トネコちゃん墜落、やり直しか。マリオ帰宅できず。ボール判定がどこにあんのやろうな。
無理じゃねこれ、ゴールできるもん、ほんまに。じゃ、ゴール判定調べるわ。ないもんな。ゴールマーク出えへんもんな、旗マークが。助けてー。いた、出しそう。よいしょ。あ、ゴール判定ある、ここ。ほら、ここゴール判定や。ほら、一キャプキのすべてお手からゴールって今出てたやでしょ。ここにゴール判定があるわ。うわー、ゴールされた。オッケー、もうゴール、オッケー、しゃ。4の1、セルトボタソリーム。4の1、セルトボタソリーム、スッ、いきましょう。さあ、このソリームの中、子猫ちゃんが一気に、先陣を切って、人参を切っていく。うわ、ごめんなさい、つまずいたとか言ってるわ。マリオも一緒につまずいてくれたから大丈夫っす。んでトン、大きくなるタイプじゃない。お、あ、このね、ユースキン大きくなるタイプが多いねんけど、大きくなるタイプじゃなかったね。ここはちょっとあの戦闘ということで、アイテム取れる距離をということでアイテム取りましたけどもね。 OK、 俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ちょっと難しい迷路コース、迷路コーススタート。ちょっと難しいらしいよ。タク通さなきゃ、もしタク通った、まず1個目正解。じゃあこっちやな。うん、大体に1個目2個目とかやろ。さあ次のタク通せるかどうか。通った。で OK、 タク通しましたね。ありがとうございます。花火打ち上げとくわ。コリン、ゴール待ちもなかなか気持ちいいよね。スーパーマリオ 2D は 1-4、 スーパーマリオ 2D は 1-4、 過去 1-4 やからやばいぞ。生でいた方がいい。 1-4 やから特に難しくない。ファイヤーバーがあるかどうか。よいしょ。ファイヤー兼ね合うからね、最初のやつは。そう、先頭の人はファイヤー兼ね合うから。大きくなれた。ルイージはフラワー取ったはずなのになぜか小さい。兼ね合わなかったんだね。さあ、2D ワールド1の目やもんな。だから生コースってことやろ。え、マジっすか？落ちろ！ルイージが落としてくれるはず。落とせ！ルイージ落とせ！俺のが近い！オッケー！うまい！この鍵の取り方！今の見た？体寄せるっていう。完璧でしょ。立ち回りが。オッケー。晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど何？シンプルレーストラックス。ステンテン？シンプルレーストラック。さあ、これやったことあります。任せてください。やったことあります。これ音符ブロックをまずかわしてください。はい、音符ブロックです。で、その後ツタがありますから。俺の記憶力舐めたらあかんよ。で、これ次オンオフ来るからね。うん、オンオフ来るからね。そう、これがね、大変。オンオフが、そう、こう、戦闘がね、めちゃめちゃ得なんですよね、なぜか。よいしょ。で、こっから裏面行きますよ。よいしょ。で、これも、飛び越えていかなあかん。そう、飛び越えていかなあかん。よいしょ。やべ。ちょっと詰まってもたな。はい、で、こっからスター出さなあかんから大丈夫ですよ。うん。ジャンプ台の矢先にスターがありますから。それ、一番右のやつがね、ここです。ここが一番行きやすい。ここが一番行きやすい。なぜなら、このコース俺3回やって、3回目だからです。うん。はい、行きやすい。ウキウキシャンシャンは心地がいいよね。よし、せーの、せ。せーの、せ。で、次ね、スター部門が確かあったはずです。スター部門。スター部門ちゃうかったっけ？うん、ここは簡単なんやな。そこまでなんか難しくない。普通にかわしていくだけ。よいしょ。オッケー。んで、ぴょん。ぴょん。ぴょん。あ、オッケーオッケーオッケー、スター部門違いますわ。生部門やん、これ。うん、生や、オッケー。生走り。生や。わ、ウキウキシャンシャーン。ウキウキシャーン、シャーン。ピース。なんでこのコースこんな出んのやろうな。ダッシュ出すん。ダッシュ出すん。かっこん。ダッシュ出すんやから急いだ方がいいんじゃない？うん、多分、ドスに追われるんじゃない？そうやんな。だから急がなあかんねんてー。そう、だから俺、一番手で入りたかったんだよ。でも、ギリギリ、駆けつけたから、助かった。
命だけは、頼む、命だけは勘弁してくれ。オッケー、俺たちの命受かった。中間から。さあ、またドスに終われんぞ。さあ、俺ギリギリすぎん？うわー、そんなん自分勝手やけど、逆に2位から行った方がいいかも。うん、逆に2位から行ったら、青い人ミスれば、俺勝てるわ。よし、どう？青い人。もうドスおらへんやろ。青い人生かむ、名前やんけ。その生かむと博士に頼んだろか。首にするように。首取られろ。楽。楽です。カッコン。さあ、まずは弾き落とされたけど、逆にそれがステップ合うからね。逆に。むしろ弾き落とされたかったまであるからね。うわぁ、これオンフ切り替えないかれへんな。押すなよ、誰も。子猫ちゃん、わけわからず押すなよ。わけわからず押すな。押すなって、なんで押すねん。なんでやねん、八百長こら。自覚しろ、その、自分の罪を。何食うの顔でゴールしてんじゃねえぞ。おい、言うたろか。ドントムーブス。ドントムーブ、オートマリオかな。だが、俺たちはそんな、いいこと聞かねえ。よいしょ。なんで俺だけ心引っかかんねん。うわぁ、そんなん、クソ！わ、ステージしちゃうわ、これ！ウキウキシャーン、シャーン。マウントクラス。マウントクラス。スタート。さあ、キノコプレゼントしてしまった。あ、でも別にキノコいらんやろ、別に。生でいけるから。中間プラス、滑り込みで。あ、行かれん。あ、今、閉じ込める撃てるな、あそこ。まあ、行ってみるか。とりあえず表面に戻らないとあかんから。はいはいはい。危ない。アタックス。下に降りて右やな。とにかく右に行こう。うわ、あ、いける。あ、ゴールや。オッケー、ありがとうございます。オッケー、ナイス。透明度ガン、おいでー。60ウェイウォン。マリーイエイフォー。さ、マリーイエイフォー。あー、みんなで乗り込めみたいな感じか。行こうぜ。誰かダイレクトゴール行き寄りそうで怖いけどな。ちょ。枠順。スタートー、ルイージです。え、なにこれ、え、なにこれ、ハイテクステージ扉に。中間来た。おい、なんか、枠順の不利とかあるんぞ、これ。クソ捨て、スーパークソ捨てや、こんな。最低こんなん、もう、よう考えたな。てか、考えてないやろ、ほら。ソードバットハイ。ソードバットハイっす。カコーン。ほい。ノーアイテムからしっかり立ち回っていこう。な。戦闘で立ち回るのが一番大事ですから。ここアイテムかな？キノッチ。まあまあ、これキノッチ友達フックアウチ言いますから、よくね。よく言いますから。大丈夫っす。加速打ち込んでいくがなんじゃこりゃ！スイーっていくしかないな、これは。アリさんの間。アリ、あ、何のこと？何？説明して。ちょっと何のことか分かんないですね。ん？何？一体何が？よくそれでゴールできたな。失礼とか思わへんのか。 Go to space part 4 Lost in Land ファイヤーマリオはゴール。ファイヤーマリオはゴールス。スタート。いや、前の方にあれやろ、どうせフラワー。あそこで取り合うのが愚かよ、そんな。なあ、どうせ条件あるって、こっちに。よいしょ。ここにもファイヤーあるやろ。ほらね。あそこで取り合うのがダメなんですよ、大体ね。よいしょ。おい。さあ、ちゃんと仕切りで後続来られへんようにしといたから。仕切りぶっかけといたから。よっしゃ、車とどっちが早いか勝負しようぜ。ゴー。やばい、まずい。おお、あ、やばい、ちょっとごめんなさいね。よいしょ。車なんなくて叩いんやんけ。よいしょ。リル、タイニーレベル。リル、タイニーレベルですが、これは、どうすべき？入ってみるか？生で行ってみようかな、俺。
よし、生であいつらを抜かす。上空ダイレクト刺され、あいつら、おし、あいつら強制送還入れ。オッケー、でかい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 、あいつら強制送還や。オッケー、行こう、これでどう。うわー、入っちゃったのか、これあかん気がすんな、ほら絶対入ったらあかんやな、これ甘えたもんな、基本ダイレクトゴールやもんな。やってもうたわ。さあ、ルイージも入ってきてる。オッケーオッケーオッケー。マリオも入ってきてる。オッケー、みんな入ってこい。うわ、一人入ってないやつがおるな。それは KY としてこっちで逮捕させてもらうよ。おーい、逮捕じゃん、お前は。なんでそこで自分だけ脱出しようとしとんねん、自分勝手に。アントトロパカーベラン、アントトロパカーベランスタートです。さあ、アイテムの間にみんな釣られている。俺も釣られたんですけどね。さあ、カーベラン洞窟やもんな。確かに洞窟捨てや。アントカーベラン洞窟捨て。さあ、ルイージ強気にいったな。ノーアイテムでいくとは。まあ、今回じゃあ、フラワー出たよ。青い人フラワーに釣られないでいく。いや、今回勝ちに行かなあかんからね。そんなことしてられないんですよね。ルイージー、さあ、でかくなってくれ。よし、でかくなれたならばサービスやからな。赤コイン関係あんのかな。赤コイン多分行きアップやろ、どうせ。だから大丈夫っす。うわー、赤コインなんか地味な配置やな、これ。どうすか、ノーダメージで。おっと、キノピオ食らって貫通か。やるね、いい度胸。さあ、表面戻りましょう。さあ、やはりこれはあれですね、おまけですね、鍵は。よいしょ、 OK です、ありがとうございます。ザ・ファーストレベル？ザ・ファーストレベル1の1かな？ 1 の1やな、ファーストレベルってことは。よいしょっと、やべ、なるほど、うん、いや、大丈夫、1の1ではないわ。ちゃんとあるコースが。ファーストレベルやけど、1の1とかそういう感じではない。オッケー、ありがとう。キラープレイ。いや、怖いな、これ。オッケー、中間。これ来てんぞ！誰かさんが撃ったやつ。俺やけど。うわ、危なーい。手と手触れ合う瞬間に優しい風が頬を撫でてゆく。高鳴るこの鼓動の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて、白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。危ない！しかも、あの、俺が蹴った甲羅がさ、仕事してんねんけど、何気に。おい、強制送還やめろ。マリオに負けんぞ、これ。やばいやばい。あ、危な。うわー、なんじゃこれ。やめてくれ、やめてくれ。うわー、もうやめろって。まだ間に合うかな。アイテム取ろう。フラワー。まだ掘り進められてなかったら勝ちまであるもんね。こいつ撃ったろ。こいつ打ち込んで、これ追いかけたろ。これで一発で掘り下げるわ、俺が。一発掛け。ちびちび掘ってるから、あいつら。もうこれで大きくいくわ。あ、総裁しようだった。なんてこった。しげる総裁か、あんた。ゴー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 。よいしょ。小さくなってても俺のこの、大活躍で。ゴー、とりゃ、いけー、よし、あいつら小さくなってたから。その隙に一気に1踊れていく。騙された。うわー、騙された。ラストシーケンス俺がもらう。行こう。通すな。オッケー、取り合おうぜ。よいしょ。おい、どうしてどうすんねん、それ。倒産取ってや。俺置いてかれるやん、そんな。あ、これ真ん中や、多分。
押した全員押したイエーイじゃあなーバイバイベロベロバーサーたどり着くあの場所は温かな思い出溢れていて気づいていますかこの瞳が熱い情熱から変わって優しい愛の色になったこといつか恋人よあなたのこと全て包み込みたい私の瞳に映る姿優しく見守れたなら